こんにちは、みなん一周です。こんにちは、えんでは、火山癖が、地球に最新情報と元気をお届けしております。さて、みなさん、今ですね、緊急で動画を撮影しております。先ほど、岐阜県で、震度4の地震が発生いたしました。皆様、大丈夫だったでしょうかこの動画では、岐阜で発生した地震、どんな地震だったのかということと、今後大丈夫かどうかということで、詳しくお話しさせていただきます。はい、というわけで、今日も、よろしくお願いします。緊急速報、岐阜県で、震度4ということでね、 三つのテーマをご意たしました。まず一つ目、今回の地震。なぜ地震は起こったのか今後の要注意点ということでお話しさせていただきます。まずはじめにこの動画の結論から申し上げておきますと、今後岐阜県巨大地震に要注意ということなんですね。なぜその言えるのかそれはこの動画を最後まで見ていきすと、とってもよくいいになりますね。Z も最後までご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。まずは今回地震が起こりましたのは、西の島から北に1022キロほど行ったところにあります。 岐阜県ですね、人口約193万人が暮らす大きな町でございます。 この岐阜県、過去5年間で少なくとも500回ほどの地震がブワッとね、発生しております。実はね、この全国の中でも岐阜県というのは地震が多い地域なんですね。意外ですよね。特に岐阜で地震が多いのがこの長野と岐阜の県境のあたりですね。このあたりでたくさんの地震が発生するという特徴があります。そんな岐阜県で先ほど震度4の地震が発生いたしました。 こちらが今回の地震になります。3月23日8時31分頃に岐阜県で地下深さ 10km マグニチュード4.7最大震度4の地震が発生いたしました。岐阜で震度4以上の地震が観測されるのはおよそ5年ぶりのことでございました。で、えー、今回ですね、震度4ということで、震度4どれぐらいに揺れなのかと言いますと、ほとんどの人が驚きます。電灯などが大きく揺れ。最悪の場合、 ポンズが倒れることのある恐ろしい地震が発生したということです。この地震による津波の心配はありませんが、被害がね、出た可能性があります。もしかしたらポンズ倒れてしまった方、いらっしゃるかもしれません。よかったらね、コメントもいただけたと思います。では、なぜ今回地震は起こったのかということで、詳しく見てまいりたいと思います。岐阜県の地下はフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいる環境なんですけども、 今回の地震はユーラシアプレート内部で発生した地震だと考えられます。ユーラシアプレート内部に存在する地面の割れ目、断層が右にずれ動く、え右横ずれ断層型の地震が発生したというふうに考えられますね。地震を引き起こした断層ですが、おそらくこれは脳ビ断層と呼ばれている断層で、震度4の地震が起こったのではないかと思われます。なお、この地震は人工地震ではありません。 千年の地震でありますあらかじめご了承いただきたいと思いますでは今回の地震についてですねえ気になる点ですね前兆はあったのかということですが実はこれね 目立った前兆はなかったんですね。まあ、C って言うなら小さい地震が発生しておりました。こちらが今回の地震が起きる前の地震活動ですね。3月22日から3月23日の間です。で、見ていただくとね、ほとんどで、ね、目立った地震はありませんでした。C って言うならここにですね、ポツポツと小さい地震あったんですが、その後ね、この辺りで震度4の地震がブワっとね、いきなり来たということで、まあ、突然、震度4が来たということで、まあ、これがね、やっぱり地震の怖いところだということで、 ありますで、続きまして、今回の地震は、南海トラフと関係があるか、これね、気になっていらっしゃる方多いと思いますが、これはズバリお答えしておきますと、直接的な関係はありません。今回の地震はですね、ユーラシアプレート内部で起こりました。 南海トラフ巨大地震というのは、ユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界のあたりで起こる地震になりますので、直接的な関係は一切ありませんよということです。今後の要注意点といたしましては、大きく3つの点に気をつける必要があります。余震に要注意。この後大きな地震が来る可能性がある。 マグニチュード8クラス大地震を過去に引き起こした断層であるということです。一つ見ていきたいと思います。まずは余震に要注意ということですね。今回地震が起こった岐阜県ですね、強い地震が起こりましたんで、この後余震が続く可能性があります。すなわちまたですね、地震が発生する可能性がありますので、お気をつけいただきたいと思います。 そして、この後大きな地震が来る可能性があるということですね。この岐阜県で震度4の地震が起こりましたけども、この地震の後ですね、さらにブワッと大きな地震が発生することがあるんだよということです。過去の事例見ていただきましょう。例えば1963年10月の エトロフ南東沖の事例ですね。エトロフ南東沖でマグニチュード6.3の地震が起こりました。この地震が大地震前の地震で前震と呼ばれております。この前震から18時間後、なんとマグニチュード8.1の巨大地震がブワッとね、発生したことがあるんですよということですね。 ということで、この岐阜県の震度4の地震ですね。もしかしたら前震の可能性があって、この後さらに大きな地震がやってくる可能性がありますので、要注意ですよということですね。そして続きまして、マグニチュード8クラス大地震を過去に引き起こした断層であるということです。今回ですね、地震が起こりました脳尾断層ですけども、震度4のね、地震が起こっておりますけども、過去には 大地震がね、起こったことがあります。それが1891年に起こりました。マグニチュード8.0の観測史上最大の内陸型地震がですね、この濃尾断層の巨大地震ですね。まあ、このようにこの場所は過去に大地震が起こったことがあるということです。ちなみにこの内陸型地震とは何かというとですね、これユー,リューラシアプレート内部で発生する地震のことを言いますね。 ということで、まあ、ここでね、あの、大きな地震起こったことあるので、気をつけてくださいということです。今から岐阜県の地震についてですね、さらに詳しく調べたいと思います。地震の続報についてはですね、本日の20時頃からの動画でまた公開いたしますので、ね、お見ごろがしなくということです。で、今回のですね、今日のポイントですけども、この岐阜県でね、震度4の地震が起こりました。およそ、 5年ぶりということでね、大きな地震あまり起こらないんですよね。で、右にずれ動く右横ずれ断層がえ、地震が発生したと。引き起こした断層は脳尾断層で震度4の地震が起こっております。余震が続く可能性があります。で、さらにね、この地震の後大きな地震続く可能性も全然あるということでお気をつけください。ほい。以上が今日の放送になります。 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも自身や火山の最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネルと高評価、よろしくお願いします。Twitter もやっております。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。ありがとうございました。